ミルクサッカーアカデミーサッカーをもっと楽しく見るためにイロメバーでございます。ナオミルク佐藤でございます。よろしくお願いします。今日の授業はこちらです。ドン。昨大出場ジャンプアップ10戦序列変化した選手は誰だ。いやー、昨大、昨大、はい、今日の動画はですね、はいはい、今シーズンも今3節が終わって、うん、まあ、4節目突入してるところかなというところですけど、昨年比較で、こう、出場する頻度がこう増えた選手とかってのは誰なんだ。そういうこと、昨大出場ジャンプ。ああ、なるほどね。そういうことでございます。だから今年急激にこう、今勢いを伸ばしつつある選手は一体誰なのかというところを見ていこうじゃないかということでございます。なるほど、なるほど。そうありたい。はい。はい。ということで早速いっちゃいましょう。はい、こんな方々10世選んでまいりました。はい、トン。こんな皆さんでございます。ほうほうほう。うん。はい、まあ、いろいろ見ていきましょう。うん、まあ、左の上からいこうかな。はい。まずは、柏レイソルの細谷選手ですね。うん、ああね。うん。うん。もう、レイソルの選抜として欠かせない状態になってますけれども、うんうんうん、実は昨シーズン、まあ、まだ若いっていうのもありますが、昨シーズンは先発回数がシーズン通して10回で3ゴールだったんだけど、今試合はもう3試合、3戦中3先発。うん。そして、1ゴール&世代別代表。これジャンプアップだわ。間違いないですよね。うん、ただ実は、その同僚、その下、山田選手がもっとすごいことになっておりますと。ほう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 。一気にここ行っちゃいましょうって感じですが、うん、山田これで優斗選手と呼ぶんですが、はい、山田選手実は今年が4年目の選手になります。うんうんうん、なんで同い年は、この間海外行かれたの瀬古歩夢選手とか、今、オランダにいる菅原幸成選手とか、うん、そのあたりになるんですけども、うんうん、はい、過去3年間ではリーグ戦の出場がたった2試合でした。今年なんと、開幕3戦連続出場です。はい。これは大幅すぎるジャンプアップと言っていいんでしょうか。ね、はい、まあ、正直、今年ナンバーワンですね。うん、山田選手、このジャンプアップ度合いで言ったら。はいはいはい、はい、うん。間違いないかなと思います。はいはいはい。まあ、豊島選手あたりとこう、守備のね、スイッチャーとしてもかなり機能してるところがあるので、はい、初ゴールなんかも期待されるところではありますけれども、うん、注目していただければと思います。はい。そして続いては、この名前もちょっと入れておきます。はい。塚川幸喜選手でございます。うんうんうん、はいはい、そうですね。まあ、川崎ですね。はい。まあ、昨シーズンに関しては、うん、まあ、川崎移籍して直後でしたけれども、はい、二度の脳震盪だとかもあって、うん、ああ、それがね、ありましたもんね。そうなんですよ。うん、で、塚川選手はその前、実は2019年にも松本でね、はい、J1 を経験してるんですが、はい、うん、実はその2019年と昨年の2021年の2年間で、うん、J1 での出場時間が300分ほどでした。うん。が、まだ今年はね、5節、5試合やりましたけど、川崎は、うん。はい。で、もう100分程度来てるよってところがあるので、これはジャンプアップと言っていいんじゃないのかなと。そうですね、そうですね。欠かせない戦力になりそうですね、今年はね。そうでございます。はいはいはい、うん、そしてその下が、横浜 F マリノスの角田選手。はい。まだ出場は1試合ではあるんですけれども、はい、その1試合ではほぼマンオブザマッチ級の活躍だった清水エスパルス戦ですね。うんうん、そうですね。はい、はい。もう、チアゴ・マルチンスを超える男になる可能性も、あるし、大チャンスですよね。そうなんですよ。うん、で、実はですね、はい、角田選手に関しては、そのスキルのキャラクターとしては、うん、現日本代表に、はい、同じスキルを持った選手が存在しないという、ちょっと特殊な男になっております。どういうことでしょう。今、筑波大から一応ね、はい、大卒ルーキーの年にはなったりするんですけど、うんうん、左利きで。あ、左利きで。で、もともとサイドバックなんかもやってる選手の、ビルドアップもデュエルもできる選手といった形になるんですよ。うん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 、なんで、冨安左足番という。なるほどね。じゃあ町田選手なんかとも違うってことだね。そうなんです。町田選手はもっとね、高さのところでも対応できる人なので。はいはい。サイドのタイプじゃないもんね。そうなんですよ。ああ、これはじゃあ、希少で、若さもありますから。うん、うん。あるんじゃないか、なるほど、今後と。うん、いたところかも。たいですね、はい、知れませんと。22歳。頑張ってください。そうなんです。はい、そして、その下が鈴木唯人選手。は、う、い、ん。まあ、ちょっとここはもう名前挙げなくてもいいかなと思った選手でもあるんですが。ブレイクですよね、間違いなくブレイクそうですね。ですもんね。はい。実はこの10人の中でも、なんで鈴木選手はここに挙げたのかというと、うん、昨シーズンも出場した試合数で言ったら27試合出てるんで、はい、全然違うじゃんと思われる方もいるかもしれません。うん、ただ、彼に関しては、うん、清水エスパルスの序列を変えたんじゃなくて、うん、森安ジャパンの序列を変えた男になるかもしれないな、というところ。そうなんすか？うん。はい。やっぱりこれ、見る赤の丘の動画とか、メディアの記事とかで見た方もいるかもしれませんが、2試合ちょうどね、ゴール決めたところで、うん、ちょうど森安さんの会見があったんですよね。はいはいはい。そこでだから、普通 J でこう活躍してる人で、うん、やっぱり、ね、代表入ってる上田綺世選手とか、うん、はいはいはい。
他の名前にいろいろ言ってもいいもの、いいところを、一番最初に言及したのがこの鈴木選手に関して。うんうん、もしかすると逆転でオーストラリア戦にがある男かもしれません。来週発表でしょ。そうですね。今週？来週？来週ですね。そうなんです。これは清水サポの皆さんテンション上がるでしょ。しかもですよ、まさ皆さん、うんうん、森保さんが若手を誰か連れていくとも明言。ちょっとだいぶ確率高まってますねこれね。だそうなんですよ。この週末でのよほどな怪我とか、うんうんうん、そういうことがない限りは、はい、かなりの確率であるんじゃないかなと思いますね。そうか、怪我だけしないようにね。そうですね。だから J の中で森保ジャパンの序列を変えた男ということで出させていただきました。20歳、うん、はい、はい。そして続いてはこの右側のブロックに行きましょう。はい、右上、石川圭選手ですね。はい、ガン大阪ゴールキーパーでございます。はい、今ね、東口選手が出れないっていう状況もあって、うんうん、まあ、石川選手が今守護神になってますけれども、そうですね、はい、これで開幕3戦連続の先発出場になりました。うんうん、これはジャンプアップですよ。ね、うん、実は、これまで約10年ぐらいプロシーズンやってるんですけど、はいはいはい、A1 での出場経験は今までが2試合でした。2試合。で、今年が3試合なので、うん、まあ、大幅ジャンプアップといって。なるほどね。うん。そうなんですよね、うん。ただ、石川選手在籍したチームっていうのは今まで結構すごくてというか、うんうん、まあ、いろんなチーム行ってたんですけど、わ、うん、かりやすいのが、ベガルタ仙台かな、ね。今まではその2試合が仙台だったんですが、はいはいはい、その時の在籍者が、うん、今ね、広島でも守護神やってる、うん、林拓人選手。はい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 。で今、シントドライデンにいるシュミット選手。そっか。それにあと今山口の守護神の関選手とかかな。なんで、いわゆる当時の仙台のキーパー全員守護神じゃねえかっていうね、今ね。そうね。みたいな、そんな感じだったんですよね。でもその中で、ね、腐ることもなくずっとやり続けて今は頑張ろうというところございます。はい、なるほどね、はい。はい。はい、頑張っていただきたい。ですね。そして続いては、7人目でございます。はい。これちょっと近畿前に取ってるんであれですけど、小田裕太郎選手でございます。はい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 、神戸。実はですね、はい、神戸5試合終わった段階で、小田選手実はもうすでに昨シーズンの出場試合を超えました。あらあらあら。すごいね、レギュラー争い激しい神戸にあってね。そうなんですよ。で、今だから、武藤選手と大迫選手がちょっと怪我だったりなんだったりありますけど、フォワードの3番目みたいな状態になってるんですよね。本当ね。しかも実は大迫選手と武藤選手とかともいろいろやってるけれども、うん、はい、2人いない方がむしろ小田選手のプレスガンガン相手にかけてた時の方が神戸、うん、なんかいいサッカーがデータが良かったりするんですよね。なるほど。だもしかすると1番手に一気にジャンプアップする可能性はあるので。おーおーおー、男は結果ですから ね、 これ ね、 ね、はーはー、神戸で1番手フォワードってことは、まあ、大迫武藤もそうですけど、うん、古橋と考えれば次は小田あるかもしれませんね。海外行き20歳、こちらもそうでございます。楽しみでございます。はいはいはい。そしたら続いて今度こちら J2 組からも3名選ばせていただきました、うん、はいはい、栃木 SC フォワード、はい、小堀空選手でございます。空さん。空さん。うん。高校3年生時代にも栃木でね、いわゆる特別指定で入ってきたんですが、はいはいはい、そうなんですよね。はい、昨シーズンルーキーイヤーほとんど出ることができず、うん、まあ、今季開幕戦から先発ダッシュということで、はい、活躍してるなと思ったら、その、いいね、うん、ね、活躍度合いはもちろん大岩ジャパンにも響き渡り。おっつまさかの初の世代別代表にも入りました。はい、嬉しいよ。素晴らしいですね、うんうん。実は同じ世代別のね、フォワードといったら今まさに話した小田裕太郎選手とか、まあ、左側の細谷選手、鈴木選手なんかもいるんですけど、はいはいはい、高さ空中戦エアバトル系っていったら、まあ、千葉の桜川ソロモン選手ぐらいかなっていうのもあるので、うんうんうん、まあ、ソロモンオア小堀くん。どっちかが、はい。サイズあるもんね、186センチ。そうなんですよ。うん、高さが必要になったらどっちかが呼ばれるって感じでしょうから。これ19歳だからまだ伸びんじゃない？そうです ね、 ね。ちょっと楽しみなところありますね。応援しちゃう。これ豊里中だからね。地元トーク。宇都宮のね。なるほどね。はい。はい。はい、続いてがザスパク草津群馬の白輪颯選手でございます。白輪颯選手になります。はい。はい。今週の、はい、この土日の、はい、試合でフル出場すれば、はい、昨シーズンの出場時間を超えます。これはジャンプアップ。大幅ジャンプアップ。これはジャンプアップ。で、ここまで3試合、はい、3連続フル出場という形になっていて。はいはいはい、ディフェンダーね。これはと。そう。うん、で、今ね、群馬は J リーグ唯一の無失点チーム。うん、わー、そうか、全カテゴリー含めね。そう、そこを支える、うん、
センターバック。はい、はい。これは今、J2 ナンバーワンのセンターバックと言ってもいいんじゃないですか。大月事務所の門番ってことですよね。そういうことですね。若えのってことですよね。若えのですね。ほうほうほう。センターバックだから守らなきゃいけないけど、その時には、はい、早手のごとく、なるほど、うまいこと言う。敵陣にね、攻めていくかもしれません。はいはいはい、ただ、城の平和と書きますから。うん、そういうことですね。守るって部分もありますね。表してますね。そうですね。はいはいはい。そして一番最後は、はい、まあ、ワンワンこと縦に似てますけど、はい、OBRD、はい。OBRD じゃの柴山雅也選手でございます。左足のクロスが合わせられない。そうですよね。ね、おうおう、あの、柴山選手も実は、あの、出場数って意味では、鈴木、先ほどね、はい、清水の鈴木選手同様、昨年もめちゃくちゃ出てたんですよ。はい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 。なんだけど、うん、先発回数がほぼなかったんですよね。なるほどね。要は、昔で言うあの、広島の浅野拓磨選手、はいはいはい、佐藤久人から浅野拓磨みたいなのあったじゃないですか。あんな感じで、柴山選手は途中交代4位だったのが、あ、まあ、なるほどね、あのスピードと。そう、からね、うん。今年はチームの顔になったと。そういうことだ。だんだんリーグの顔にもなっていくんじゃないかな、うん。いや、花ありますよね。なんか見てて楽しい選手の一人ですよね。そうなんですよ。もともとは自分のドリブルとかスピードを生かすために、うん、あの、体重を重くしないって161センチ55キロぐらいだったんですよ。はいはいはい。まあ、陸上部っぽい感じですね、感覚的に。そうなの、うん、うん。それが今年、ね、うん、あの、4、5キロ太らせたそうです。あらま。へぇ、うん、でも、もっとそれこそ、いろんなこう重心をいろんなとこに置けるようになったりだとか、スタミナ分だ、そう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 、を強くしてってことが、やっぱプレス、今年一番効いてる選手ですよね。ウィキペディアではまだ160センチ、57キロと書いてますから、まだ反応されてないね、これね。かもしれませんね。なるほどね。そうなんですよ。19歳なんですか。はい。まあ、スピード、ドリブルもありますけれども、うん、もう主にクロスだとかもそうだし、プレスなんていうところを見ていただけると面白いんじゃないかなと思っております。はいはいはい。まあ、こんな方々がね、それこそギュンギュンこれから来る可能性あるので、森保ジャパン並びに大岩ジャパンにも名を連ねる可能性があるかもしれません。見ていってください。また見どころいただいちゃいました。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、毎日やってますよ。1日3本やってます。朝夜、次、は、る、い、朝、バーカもやってます。ということでね、見てくださいね。いろんな話題でまた、サッカーを楽しんでまいりましょう。うん、チャンネル登録、高評価ボタンも、頂戴ませませ。ペコリー。あの、メンバーシップなんかもね、やってますんで。概要欄からご覧ください。ということで、また次回お会いしましょう。井上までございました。ノーミルク佐藤でございました。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。それではね。またね。バイバイのバイ。